ウィンフィールド・スコットは、アメリカ陸軍の将軍、外交官であり、アメリカ合衆国大統領選挙の候補者にもなった。年取ったから騒ぎ、陸軍の偉大な老人というニックネームでも知られ、アメリカの歴史の中で最も長く、現役を務めた将軍であり、また多くの歴史家は、当時の最も有能な指揮官と評価している。その50年に及ぶ軍歴の中で、米英戦争、 米北戦争、ブラックホーク戦争、セミノール戦争及び短期間ではあるが、南北戦争で指揮を取った。南北戦争では、南軍を破ることになる、アナコンダ計画として知られる北軍の戦略を立案した。米北戦争後の国民的英雄としてスコットは、メキシコシティの知事を務めた。この聖望により、1852年、ホイック島は、 現職のアメリカ合衆国大統領ミラード・フィルモアに変えてスコットを大統領候補に指名した。しかし本選挙では民主党のフランクリン・ピアースに敗れた。スコットは人気のある国民的象徴であり続け1856年に名誉大将となった。この階級を得たのはジョージ・ワシントン以来となった。スコットはバージニア州ピータースバーグに近いディンウィッティー軍に あった家族の農園で生まれた。ウィリアムアメアリー大学で教育を受け、弁護士となり、バージニア民兵隊では、騎兵後長1808年には、砲兵隊隊員に任命された。スコットの初期の陸軍時代は荒々しいものであった。スコットの大佐への任官は、上官の将軍を批判した、不服従の角で、軍法会議にかけられ、一年間棚上げにされた。 英戦争の時、スコットは1812年のクイーンストンハイツの戦いで捕虜になったが、捕虜交換で釈放された。スコットはワシントンに戻り、イギリス軍がクイーンストンハイツで捕まったアイルランド系の13名の戦争捕虜を処刑したことに対し、イギリス兵の戦争捕虜に対して懲罰的処置を取るよう上院に圧力をかけた。 イギリス軍は処刑した捕虜をイギリス軍の支配下にあるものとみなして反逆者として処刑していた。上院はスコットの訴えによって議案を提出したが大統領のジェームズ・マディソンは戦争捕虜の略式処刑は文明国では価値がないと考え議案の実行を拒否した。1814年3月、スコットは名誉順庄となった。7月には ナイアガラ方面作戦でアメリカ軍第一旅団を引き、チッパワーの戦いで決定的な勝利を挙げた。激戦であったランディーズレーンの戦いでは負傷したが、アメリカ軍の指揮官、ジャコブ・ブラウン少将やイギリス軍の指揮官、ゴードン・ドラモンド中将もこの時負傷した。この時受けたスコットの傷は重く、米英戦争の残りの期間は従軍できなかった。スコットはほとんどが、 志願兵であったアメリカ陸軍兵士の外観や規律にうるさかったので念取ったから騒ぎというニックネームをもらった。スコットは作戦行動に出るとき、その中核はできる限り正規兵を使うことを好んだ。アンドリュー・ジャクソン大統領の任期中、スコットは無効化の危機でサウスカロライナ州に対してアメリカ軍を使うことを主導した。1838年。 ジャクソンの命令に従って、スコットは、チェロキー族の軍隊の指揮を取り、カストリデとバトラートリデを本部にして、ジョージア州、ノースカロライナ州、テネシー州及びアラバマ州のチェロキー族インディアンの最初の移住を実行させた。後に、この移住は、涙の道と呼ばれることになった。スコットは、1839年3月に起こった、 メイン州とイギリス領カナダのニューブランズウィック州との国境紛争で緊張を和らげることに貢献した。この紛争はアルーストック戦争と呼ばれたが、戦線布告も流血もなかった。この成功によってスコットは少々に指名され、1841年にはアメリカ陸軍総司令官となり、1861年まで務めたこの任期の間にブラックホーク戦争、 セミノール戦争及び短期間ではあるが、南北戦争で指揮をとった。米英戦争の後でスコットはいくつかのナポレオン戦術書を英語に翻訳した。1830年、陸軍局の指示でアメリカ合衆国民兵のための軽争不評とライフル狙撃兵の訓練と演習を含む不評戦術の概要を出版した。1840年、スコットは アメリカ合衆国不評の訓練と演習に関する不評戦術あるいは規則を表した。この三巻からなる著作は1855年にウィリアム・ J ハーディが戦術を出版するまでアメリカ陸軍の標準教本となった。スコットはアメリカ陸軍士官学校の士官候補生を職業軍人として育てることに大きな興味を持っていた。米牧戦争の時、 スコットは二つのアメリカ軍の内南部軍を指揮した。この時の作戦で、以後のあらゆる戦争でも使われることになるアメリカ軍の原則、すなわち海軍力を使って敵の側面を突くことを示した。スコットは、ロバート・イーリー・コ兵大佐の支援を受けて、ベラクルスに上陸し、おそらく、ウィリアム・ H ・プレスコットのメキシコ征服の歴史にヒントを得て、 エルナン・コルテスが1519年にたどった経路を進みメキシコシティを攻撃した。この時の攻撃主はメキシコの大統領で将軍のアントニオ・ロペス・デ・サンタ、アナであった。高温、雨、難しい地形といった困難さの中でセルロ・ゴード、コントレラス、チュルブスコ及び森のデルレイの戦いで勝利し、1847年9月13日の チャプルティペクトリデを落とした後にメキシコシティを降伏させた。チュルブスコの戦いでメキシコ軍聖パトリック大隊の多くの兵士を捕虜にしたスコットはチャプルティペクの戦いの時に捕虜を一斉に公主刑に処した。処刑の瞬間はメキシコのトリデにアメリカの国旗が掲揚された直後と指定された。このことは多くの戦争法を破った戦争犯罪であり、 スコットの経歴のお点になっている。スコットはメキシコシティの軍隊指揮官としてメキシコ市民やアメリカ当局から高い評価を受けた。しかし、その虚栄心や肥満が風刺の対象とされ、その後の政治家としての経歴にもつきまとうことになった。スコットはテイラー将軍と指揮を分かち合っていることについて陸軍長官のウィリアム・マーシーに手紙で苦情を漏らし、 午後の6時に座って一皿のスープを書き込んだところから書き上げていた。性的で当時の大統領ジェームズ・ポークはスコットの評判を落とそうとしてすぐにこの手紙を出版したのでスコットの人生の残りにはこの一文が風刺漫画に描かれたり民衆の歌になったりした。もう一つスコットの虚栄心の例がある。スコットは1846年に ポール・モーフィーというニューオーリンズの少年にチェスで負けたが、8歳のチェスの天才に負けたことを奥ゆかしく取り扱おうとはしなかった。ウィンフィールド・スコットを応援するホイック党の風刺が1852年の大統領選挙において、ホイック党は現職で米国戦争の英雄ザカリー・テイラーの死によって大統領に昇格していたミラード・フィルモアを候補に指名しなかった。 前回に続いて選挙に勝つためにホイック党はフィルモアに変えてスコットを指名し民主党のフランクリン・ピアースと対決させた。スコットが奴隷制反対論者であったことで南部の支持を減らし、ホイック党は奴隷制を支持していたので北部の支持者を減らした。敵のピアースは米国戦争の古参兵でもあった。この結果、スコットは選挙人を4つの州でしか獲得できず、 ピアースが対象して大統領に選ばれた。選挙ではつまずいたものの、スコットは依然広く人気のある国民的英雄であった。1855年、議会の特別立法でスコットは名誉中将の位を与えられ、アメリカの歴史でジョージ・ワシントンに次いで二人目の中将となった。1859年、スコットは太平洋岸北西部に行き、 サンフアン島の領有問題でイギリスとの紛争解決に当たった。この紛争は軍隊が動員されピック戦争と呼ばれた。老快な将軍はイギリスとの関係を改善し平和的な解決に導くことができた。スコットのアナコンダ作戦を風刺する漫画スコットは南北戦争の初期に陸軍総司令官であったが年齢も行っていたこともあり実戦の指揮は取れなかったので ロバート・ E ・リー大佐に北軍の指揮を委ねた。しかし、1861年4月にバージニア州が合衆国から脱退し、リーは辞職してワシントン DC の守備軍の指揮をアービン・マクドウェル少将に渡した。スコットは北軍が素早く勝利を挙げられるとは思っていなかったので、南軍の重要な拠点を取って勝利に導く長期の計画を立てた。 ミシシッピ側と大西洋岸及びメキシコ湾の主要な港を抑え、続いてアトランタに進攻するというものだった。このアナコンダ計画は新聞で冷ややかに取り扱われた。しかし、その全体の概要を北軍が戦略として使用し、特に西部戦線において南軍の港の封鎖に成功した。1864年、ユリシーズ・グラント将軍が その計画を続行し、ウィリアム・シャーマン将軍がアトランタ方面作戦とその後の海への進軍によって実行した。当初は合衆国海軍があまりにも弱体だったせいもありアナコンダ計画は大した効果を上げなかったが、合衆国海軍が強化されるにつれその有効性も大いに向上し、終戦時には海に出た南部の船の実に3隻に1隻がダホ、打歩。 もしくは撃沈されるほど効果的な港湾封鎖を行うようになっていた。また1862年に合衆国海軍はデビット・グラスゴー・ファラガット提督の指揮下アナコンダ計画の一環として立案されたニューオーリンズ占領作戦を見事に成功させ南部最大の港湾都市を南部連合から奪い取っている。スコットは肉体的に前線に立つことができなかったので その計画も実践できなかった。その結果として、新しい野戦司令官、ジョージ・マクレラン少将がだんだんと反抗的な態度を示すようになっても出席することができないと感じた。マクレランの議会上下院の支持者からの政治的な圧力もあり、スコットは1861年11月1日に辞任した。マクレランが陸軍総司令官を継いだ。スコットは 南北戦争の北軍勝利を見届け、1866年、ニューヨーク州ウェストポイントで死んだ。遺体は、ウェストポイント墓地に埋葬された。スコットは、第3代のトーマス・ジェファーソンから第16代のエイブラハム・リンカーンまで14代の大統領に仕え、将軍になってからも13代47年間であった。スコットに関する文献は、 ミシガン大学のウィリアム・エル・クレメンツ図書館にある。アイオワ州、スコット軍は、スコットが、ブラックホーク戦争を終わらせる、平和条約の調印を取り仕切ったので、スコットの栄誉を称えて名付けられた。ミネソタ州とテネシー州のスコット軍及び、テネシー州、ウィンフィールド氏もスコットにちなんでいる。カンザス州、スコット軍の元の陸軍中ト地。 スコットトリデやウエストバージニア州のスコットデポ及びウィンフィールドの各町もスコットにちなんでいる。アイオワ州、マハスカ軍のスコット町は元はジャクソンと呼ばれていたが、1952年の大統領選挙でスコットを強く支持したので、住民が町名の変更を請願して変えられた。さらに、アイオワ州、セロゴルド軍とブエナビスタ軍はスコットが指揮して、 勝利に導いた戦いの名前を取った。ジョージア州サチェスに近いウィンフィールド・スコット湖は、ジョージア州で最も高度の高い湖である。外輪式蒸気船、ウィンフィールド・スコットは1850年に浸水した。グレート・スコットは、ウィンフィールド・スコットの部下が言い始めた可能性がある。ありがとうございます。